イリオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、仮面ライダーガイムツインセットです。以前に紹介したサウンド戦士ガイムと同じようなフックトイ系の玩具です。ただこれは14センチサイズの装備が2体セットになって640円で売ってました。安いですよね。このパッケージの状態から割と出来が良さそうなんですけど、作ってるメーカーを見ると株式会社プレックスなんですね。ということで今回の動画ではこちらのツインセットを開封していきます。プレックスはね、サウンド戦士も良かったですからね。お、すごいちゃんと包装してある。おお、出ました、バロンとガイム。はい、中身はこんな感じで仮面ライダーバロンと仮面ライダーガイムが入ってました。いや、さすがプレックスですよ。結構ちゃんと作ってありますね。で、サイズは僕の好みの14センチサイズですね。ウルトラヒーロー500とか、ウルトラ怪獣500と同じサイズ感です。ちなみにいつものソフビサイズがこんな感じです。結構違いますよね。そして比較してみると、塗装は十分な出来ですね。まあ、こっちの方がメタリックが強いですけど、プロポーションはなかなかいいです。あと下半身が色が多い。裏側はこっちの方がさっぱりしてますね。で、可動範囲は腰と両腕ですね。そしてガイム。ガイムはやっぱりどんなソフビになってもアンダースーツが真っ青なんですね。普通のソフビと比較するとこんな感じです。色の塗ってある場所はどちらもほとんど一緒ですかね。裏側はどちらも真っ青。さすがプレックスですね。今回は640円で買ったので、1体約300円ですけど、300円とは思えない出来ですね。200円のソフビヒーローがこれですからね。素材感は普通のソフビなので、どちらも柔らかい素材感です。そして14センチサイズなので、ウルトラヒーロー500とかウルトラ怪獣500と同じスケール感で作品を超えて遊ばせることができますね。バロン対バルタンみたいなことも可能です。やっぱこのソフビサイズほんといいんですよね。ということで、プレックス製の仮面ライダーガイムツインセットを紹介しました。いや、フックトイとはいえ色塗りもしっかりしててサイズ感もいいので個人的には結構おすすめですね。そして今回またバロンが加わったことによって僕のバロンコレクションがいい感じに真っ赤っかになってきました。以上、仮面ライダーガイムとバロンのツインセットの紹介でした。